アイヌの自然と動物たち。皆さん、アイヌという言葉を聞いたことがありますか？アイヌは日本人より先に日本の北海道に住んでいた少数の人たちのことです。話す言葉は日本語と違います。文字も使いません。この人たちのイメージでは神も自然も人も動物もつながっているのです。遠くに見える山、近くを流れる川、沢など、これらの自然はアイヌにとっては神様であったのです。特に火の神様を最高の神様としていました。アイヌは木の一本一本が人間の言葉を聞き分けることができると信じていました。気に入らない人間が来た時には硬い肉を外に出し、柔らかい肉を内へしまってしまうものだと言われていたそうです。だから心のきれいな人間なら木の神様は柔らかい肉を外側に出して木を切りやすくしてくれるというわけです。動物を捕まえて食べる人たちには昔からの言い伝えがあります。例えば、一匹の狐がアイヌの取った酒を一つ盗みました。するとアイヌは狐に悪口を言った後、人も動物も住めない木も草もない遠い国へ追い出そうとしました。それを知った狐は人間に向かってこう話しかけました。鮭は人間だけのものではありません。鮭を食べ物とする生きている動物は必要なだけお互いに争わないように食べることができなければなりません。それを聞いた人間は、あなたの言う通りだ、自分が悪かったと狐に謝って追い出すことをやめました。山の神様は熊の姿をします。熊は冬の初めの吹雪の日に穴にこもり、春になると子熊を連れて穴から出てきます。その間4ヶ月何も飲みませんし何も食べません。それでも穴の中で子を産み育てるその力に人々は驚き尊敬したのでしょう。熊の神様は物語の中でこう話します。私は神様の国で暮らしている熊の神様の家族です。ある春の日に家の入り口で犬が吠える声が聞こえました。そっと見ると近くに住んでいる心のきれいなアイヌがいました。そのアイヌは入り口にどっしりと足を組んで座り、火の神様から言いつけられてお迎えに参りました。どうぞお客として私の国へ来てくださいと言いました。それを聞いた私は外へ出る時の着物に着替えて子供を連れてゆっくりと家を出ました。その時アイヌは私に弓矢を打ち込みました。すると私はその場で気を失ってしまいました。気づいた時はアイヌの家の奥の席に座らされていました。そして火の神様や村のアイヌたちから次から次とよく来てくれたねと歓迎の言葉を受けました。たくさんのごちそうを食べながら歌や踊りを見たり聞いたりして一夜を明かしました。それに自分だけでは背負うことができないほどのたくさんのお土産をもらって神様の国に帰ってきました。そして1年が過ぎて私の子供もたくさんのお土産を背負って帰ってきました。これらがアイヌの昔からの言い伝えです。アイヌの人たちは人間の友達関係を自然や動物たちにも広げている心の開かれた人たちだったのですね。日本語未来学会、アイヌの自然と動物たち、松本武雄、録音松本智美。